セッションロードポーターバーガーモールの前のこのビルの2階にあのベランダあるところですね、テラス、あそこに、私の超お気に入りのいつも行く、もうほぼリチュアルと言っても過言ではないほど、バギオに来たらここで食べるというベジタリアンレストランがあります。フィリピンで一番です。もうここしかない、いろいろ行ったけど、ここのカフェのねパスタもいいですよ。150ペソか200ペソで安くて、あの他のコマーシャライズのとこよりなんかいいです。こちらです。ここここね、ローカル感満載。このビル古いですよ。いろんなお店が入ってます。これフィリピンの料理、コーヒー結構飲んだことないけどうまいらしい。これです、じゃーん。これ全部ねベジタリアンなんですよ。このバーベキューもベジミートです。でおすすめはこういうフルーツジュース、僕いつシュガー抜いて頼むんですけど、ただない時が多いから、あったらもう買いですね、これは。ハロー、She's my best friend. What do you want for today? Broccoli. Tofu. The beans with potato. Where do you want the one? What's that? It's hot peanut butter. Curry curry. あ、カレーカレー、ココナッツ、ココナッツカレーカレー、ココナッツカレーですね。うーん、 OK, I'll try. You want? Yeah. So four? No, three. I want two. Yeah. You don't like banana. Okay. No, yeah. One, two, three? Yeah. Pass me twice? And then, yes. で、これで今3つ頼んだんで、1、2、3とこのライスでたったの115ペソですよ、これ。これねセブとかマニラではもう食べれない、味が向こう濃いすぎるから、これあんまり濃くないんですよ。でも同じの頼んだら多分200ぐらいいっちゃいます。200ペソまで、200ペソか綺麗なとこだったら400、350とかいっちゃいますけど、これ115ペソ約250円ぐらいです。